日本人と日本人のスマイル人、どうも大事になりたいです。実はですね、M4A1 は軽量グリップレベル3よりもラスの方が反動が小さいんです。とは言っても、いや、本当にラスの方がいいのかよってね、なると思います。ので、軽量グリップレベル3をつけた時とラスをつけた時の反動の違いを比較してみました。それがこちらです。こちらがですね、軽量グリップレベル3と先日ラスの同じ打ち方をした時の反動の比較画像になります。これだけね、見ると何が違うんだってね、思うと思いますので、軽量グリップレベル3のをちょっと薄くして重ね合わせてみます。こんな感じ、赤い点のところが一緒になるようにするとわかると思いますけども、ほらわかるかな、軽量グリップレベル3の方が横にブレてるんですよね、たくさん。まあ、つまり先日ラスの方が横の反動も小さいということがわかりますので、必然的に集団率も上がります。で、縦の反動に関してなんですけども、縦方向はですね、そこまで違いがないんですよね。なので総合的にね、判断して先日ラスの方が反動が小さいよねということがわかります。で、まあ今回 M4A1 で検証してみたんですけども、他の武器だとちょっとね、また違う結果になるみたいですので、またね、後日動画として紹介できたらなとは思ってます。そちらの結果も気になる方はぜひね、チャンネル登録と通知音よろしくお願いします。はい、ということでね、ラスをつけた方がいいということがわかったんですけども、果たして本当に M4 のラスは強いのか、団体競技場で実践していきます。それではやっていこう。お、めっちゃ反応ちっちゃいよ。当たる当たる当たる、めっちゃ当たる、めっちゃ当たる。トマくんごめんね、トマくんにはちょっとね、 MP5、 お、ナイス、やっていく。トマくんちょっと MP5 だけなんだけど、ごめん。よし、反動はめっちゃちっちゃい、あと当てるだけ。あとは俺のエイム力。ナイス、やっていく。うまい。めっちゃ当たる。めっちゃ当たるんだけど。やばいぞ、これ。これ革命起きてるよ、革命。じゃあね、どんどんね、右展開して、やっちゃいたいと思います。やば。うわ、最悪。どうですか、皆さん。M4A1 のラス。めちゃくちゃやりやすそうでしょ。めちゃくちゃやりやすいです。やばい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 、えぐいえぐいえぐい。